黒船港というのが開港いたしまして、黒船港ができた、そうなんです、そうなんです、北海道でねずっとやってましたけれども、石垣島ね、冬場石垣島でやって、それでだいぶいい感じで回ってたんですけれども、もう一個、黒船港を作ってですね、やっていこうということをですね、で僕がまあ現場に着くわけではなくて、黒船ファームの安野浦店長が、社長が、一応責任者ということで校長になってやることが決まりまして、もう実は研修生が2人ほど、で来月にはもう1人増えて3人で、で今どんどん問い合わせが来ているという状況なんですけれどもね。いいですね。まあコンセプトとしてはやっぱり石垣島はね、綺麗な景色見て、なんか温かい人いっぱいいるじゃないですか、沖縄って、そういう人たちのその人生観というか人間観に触れてもらって、北海道北海道でね大自然にこう触れてもらって、たくましい人が多いんですけども、黒船港はどういうことかっていうと、やっぱり障害者の皆さんとですね、やっぱりこう触れ合ってもらって、働くということは何ぞや、人に喜んでもらうことは何ぞやという、そういう価値観をちょっと触れてもらいたいなということで、黒船港の開港をこう今年の2月の3日あたりからスタートさせて、ちょっと節分ぐらいからね。そうなんです、そうなんです、そこがいいなと思って。コロナショックが続けば、本当僕もその黒船港に来てくれた子らとちょっといろいろ遊ぼうかなと思ってですね。そうですよね、時間結構ありますもんね。だからそういうところでちょっといろんなことをちょっと触れてもらいたいなと思ってね、楽しくやってますよ。はいはい、いいですね。このまあね、いやだから僕がちょっと2割ぐらいの喋るって言うから邪魔せんようにしてるのに、このまあはね、いやさっきもびっくりドンキーに入ってね話しとったんですよ。これ話す内容決めるのやめようって、ぶっつけ本番で行った方が絶対ええからって言って、何も考えて頭空っぽですよ僕今何話しますって言われた瞬間にズバッて言われましたからね。いやでもね、僕は、この今のこのコロナのいろいろ影響が出てる時に、なんか悪い風にこう考える人もいっぱいいますけれども、違う意味でちょっといい勉強だなというふうには思ってるんでね、新しいことにチャレンジするいい機会だなってほんまに思っててね、で実はまあ、実はもう集まってるんですけれども、石垣島の方でね今ゲームばっかりしてるんですよ、若い子が。いやほんまにうちの子もゲームばっかりやってて、まあ、うちの3番目もそうですよ。ほんまでも外出るな言われてて、そう、うちの中におって、ほら何すんのってなったらね、ほらもうしゃあないやろと思って、で石垣島で合宿することにしたんですよ。石垣島は 何も出てないんで、出てませんね。だから1週間来て、ゲーム依存、ゲームを手放そう企画ということでですね、別に不登校とか引きこもり関係なくですね、ちょっともっと楽しいものに触れていってもらおうということで、一応3月の27から4月の1日まで、一応合宿ということで、合宿決まりまして、これ放送されるの4月なんで、終わってますね、その頃ね。今けどライブで配信しますんで、そうそうそう、でももう全員埋まっちゃったんです。中村さんのところの息子さんも来て、うちの息子も来て、まあ定員埋まったって言っても人生に例外はつきものだから。そうですかね。今何人なんですか？7人ぐらいですよ。めっちゃいい。見潜ってもらってね、綺麗な海見てもろて、ゲーム手放してもらいたい。でもゲームは海潜ったり魚ついたり、山行ってこの中渓流の沢登り行ったりとか、あそこのカビラのアコで、このなんか下にガラス張った船でグラスボードな、楽しいことそりゃいっぱいあるや。そうなんですよね。だからなんか、黒船港もしかりやけれども、いろんな今教育って結構自由化なってるなというのをすごい思ってて、たまたまそのなんていうか、その石垣島でね、ゲームを手放そうとかって言ったら、やっぱり お母さん方からの反応すごくいいんですよね。いやそれもだから手放そうって言わずに、ゲームのことを忘れるぐらいおもろいことがあれば、子供のゲームなんかやらへんねんって。一番楽しいことをするんやから、ゲームは遊ばれてるんやで、でも山や海で遊ぶのは自分で遊びを作るんやでっていう、そういうことをもうちょっとこうちゃんと歌った方がいいですね。